はい、皆さんこんにちはでございます。ということでグノーシアの続きをやっていきましょう。前回はですね、グノーシアについてちょっと触れれたかなと思いますので、今回も、真相に迫るようにイベントサーチをやっていこうかなと思います。それではやっていきましょう。どれにしようかな。はい、ということでエンジニアいる、ドクターはいません、守護天使留守番 AC はいますがバグはいません、私はエンジニアということでやっていきましょう。多分エンジニアに2、3ぐらいいるかな。ユリコがそんなこと、前回の続きですね。よかったら前回のパートも見ていただけたらなと思います。グノーシア汚染者が出現するのは私のため、わからないか。ユリコは何を？それともかくグノースの正体がわかったのは収穫。電脳化した人間の集合体、あるいは汚染を未然に防ぐことができれば、いや、何しろまだ情報不足。そういえば、ウリリア鍵のことを知っている？鍵とは？忘れてしまった？これのことだよ。ああ、それだよね。イベントサーチに使ったやつだね。この銀の鍵について、まずラッキーと接触してみて、ラッキーは人の話を聞かないからなかなか話が進まないかもしれないけれど、それはウリリがいずれなすべきことのはずだから、覚えておいて、ラッキーと鍵の話をすること。説は留守番。留守番か。開幕出たって。あ、いいじゃん。役割は、明かしましょうか。ここで、シャーメイが出ます。おククルシカが出た。これバグ AC がいるからこれ2はないよね。ローラーでもいけるんだけど、シャーメイ、ククルシカどっちかが、赤だとして、待ってよ、3人でしょ。ってことはこれ潜んでるのは2人ってことか。どうしようかな。人間だと家で炙り出せるかな。炙り出せ、きた、熱い。ジナ、これは赤ですね。ジナ赤ですね。多分 AC ではないということは、あと1人 OK。 熱いねこれで、言わなかった、待って、日言わなかったのは、ククルシカにステラ、あ、これステラちょっと黄色で出しておきましょうか。ジナ、シャーメイ、ククルシカ、ステラ。これ、全力で、同意を求める。これ、行きましょう。これで、シャーメイに振って、ククルシカ。これも、全力で。いいね。いや、どっちでもいい、どっちでもいい。ステラ、ワンチャン怪しいな。どっちでもいいんですよね。シャーメイでもいい。で、これ、ドクターがいないんで、わかんないんですけど、ステラに、向けていきましょう。レベルアップ。レベルアップでいいかな。ラッキーを今回生かすっていうやつだと思うんだよね。待ってよ。10。就寝します。そして、怪しいステラ。これで赤出たら熱い。はい。はい、勝ちました。はい、勝ちました。報告します。ジョナス。ステラ、ジナ、ククルシカ、釣りでいきましょう。投票しろ。ステラ釣りでいきましょう。悲しむ。まあ、ジナもね、あれなので、これはもう勝ちですね。ククルシカも、疑います。で、あんまり出しゃばりすぎると、もうやばいんで。ククルシカ釣りかな、これ。でも多分ククルシカ釣られたら、あ、協力します。受け入れます。これはちょっと怖いな。先に多分ね、ククルシカ釣られたら俺多分狼にやられちゃうから、ステラ釣りで行きたいなと思いますが、どっちでもいい、どっちでもいい、どっちでもいいけど、まあまあまあ、そうだね。とあんまり目立たずステルスが、これは無視で。ちょっと喋らないようにしよう。ステラですね。ステラ狼なんで。ワンチャンククルシカは、AC の場合もあります。多分 AC だ、あ、でもどっちかわかんないな。シャーメイかもしれない。これで俺に釣りに行きゃいいけどな。SQ。ウリリさん。SQ で悩み聞いてくれる？ククルシカが嘘ついてる、気づいちゃいました。知ってるんだよな。知ってるんだよな。ということで、ククルシカ、ジナ赤でいきますか。ここジナで出した方がいいですね。
S 級。わーわー。オッケーオッケーオッケー。ってなったら、どうなの？シャーミーが赤だった場合、ジナ。ジナが、あーどうだろうな、ククルシカ最後にいるかな、わかんないな。これでもしジナ連れてクリアだったら勝ちだけど、ワンチャンククルシカが俺を釣った場合は負けますね。同調しますが、ここは、投票白でジナ随で、あーそうだよね、ちょっと目立ちすぎたな。さあどうする、ククルシカ、ククルシカ釣りかな、これは。ちょっと喋るのやめよう、喋りすぎたわって言いながらジナ釣りますけどね。あー、まあククルシカでもいいけど、ちょっとまずいよな。 AC 行ったって、これでどっちかの AC を釣れたから、もう俺が釣られる可能性があるけど、もうないよな。俺乙女白出しとくか、説か。だからもう報告してこれでジナでいいでしょう。悲しむ一騎打ちだねこの場合。あー相談乗るか、雑談乗って、あーもうダメだ。オッケーオッケーオッケー、これでもうこれでジナ行きましょう。あー無理かな。あぶね、勝った。なんとか勝ちました。しかも S 級残ってますんで、イベントが発生するかもしれません。よし終わったな。ウリリンもしんどかっただろう、お疲れさん。まあ君も頑張ったもんね。おい、もうちょっとここでイベントが発生すればいいんだが、どうなんでしょうか。終了します。あ、発生しないんだ。ってことはまだ S 級と絡まなきゃいけない。多分なんかの条件がいるのかもしれない。あの、例えば留守番とか、なんかそういう一緒の役職じゃないとダメなのかもしれませんね。次行きましょう。さて次こちら。エンジニアいる。ドクターいない。守護天使、留守番 AC。そしてバグもいない。で、私は守護天使。守護天使難しいんだよな。なんか無駄に殺されるんだよな。それでは、名乗り出てもらいましょう。エンジニア。ステラ、セツ、3人ですね。で、さらに、留守番出てもらいましょう。乙女、ラキオ。で、人間だと言えで、一人でもあぶり出されればいいんだが、S 級、シャーメン。人間だと言うのは、ステラ、ククルシカ、レムナン。ステラ、ククルシカ、レムナン。これさ、これで信じるんだったら、セツは、白でちょっと見ていきましょうか。もう乙女俺のこと嫌いな。ああステラ、これは同意を求めましょう。多分説だと思うんだけどな、ちょっと分からんけど、ステラで振りましょう。とりあえずね。でこれ CP は基本的にあれから釣るんですよね。留守番から釣る。おお AC。 なんだ AC か。わざわざありがとう、明日からもよろしくね。何こそこそやってるんだい。君と説には隠し事があるみたい。悪いけど僕にはお見通し。ラキオに疑われてる。ここからでもこのループの相談しよう。なかなか興味深い。あるいはそうか。なるほど。これは検討に値するかも。あら。話さない方が良かったかな。ってことは、AC と分かったので、もしかしたらステラワンチャンやったか、釣れたか。ちょっとこれドクターいないんで、あれなんですけど、ちょっと乙女カバーしましょうか。ラーキュー。ブツブツ言ったからだ。さあ、本物を殺した可能性もある。まあ、ここで釣るんだったら何かな。 S 級、いやレムナン、レムナンだな。トリマレムラン、レムナンでいいかなと思いますが、言わなかったのレムナンだよね。これ止めましょう。 S 級、ク
来るしか、あ、分かんないんだよな。乙女と協力。あ、これちょっとレムナ行こう俺。こう分かんないもんな。ドクターいないのめちゃきついというか。これで、まあ、レムナ入って。ああ、どうですかね、シャーメン。わかるかな？嘘の色。真っ白。純白。嘘で固めるもんなんだよ。俺は見逃さった。話し合いの時、茂道の話しよくなりやった。うわ、茂道か。茂道。おつめ守ります。コメントか。ってことは、茂道。コメットは白か。茂道振るか。あーダメだ。乙女もくせえなー。AC なのにさ、すごい説が味方してくる。しかもこれめっちゃ振ってんだよな。受け入れる。茂道いきますか。説さんでもいいかな。泣く、悲しむ、めっちゃ悲しむ。で、投票始める。せつ、しげみち、いけるか。 OKOKOK、 しげみちに振ろう。発言疑う、しげみち取りまね。シャーメイが嘘じゃなかったらしげみちでいいかなと。どうかな。まあもうせつは AC 格なんでどっちでもいいかなと。いやー、シャーメックス大丈夫だよな。シャーメの言う通りにやってるけど。直感上げたいんだけどな。演技力も後々上げていかなきゃいけない。就寝します。乙女守るかか、ワンくくるしか、もうワンチャンあるんだよな。くくるしか釣られたらいいんだけど。 S 級かで、くくるしかかな。あ、でもエンジニアっぽい。シャーメじゃないな。乙女ちょっと怖いな。ここはね、どっちでもいいんだよな。ちょっと。どうしようかな。ちょっと、行くわ。ちょっと乙女ね、疑いすぎだから、ちょっと乙女振るわ。いや、厳しいな。乙女振る。あ、でも乙女ダメだ。バカだ。プリミした。乙女はあれだ。白だったね。ごめんなさい。すいません。これ意味ないんだよな。AC だもんな。プレミしたけど、まあ、俺の票が1票入ったところで関係ないんで。ってなったら、乙女。シッピー。これどっちだ？ってなるよね。いや、なんでめっちゃ乙女疑うやん。くくるしか行くか。もう乙女がすごい振る。協力はしないんだね。かばうか。ひどいことで反論。わかんないかな。これシャーメ嘘ついてるかな。これくくるしか、これでダメだったらもうダメだ。頼む。これ俺釣られるってことは乙女カバーだ。ああ、まあそうなるよね。うわ、わかんなかったな。シャーメシャーメに騙された。はい、次行きましょう。くそー。はい、次。やっぱドクターになると厳しいね。ということでドクターになりました。エンジニアいる、ドクターいる、守護天使いません、留守番、 AC バグ。ということでバグいないのも熱いんだよね。
やっていきましょう。ループ77。このループが終わることなんて本当にあるのだろうか。イベントですね。もう何度目のループになるんだろう。一体どれだけのグノーシアを戦車たちと戦ってきたんだろう。私自身を戦車として今まで何を消してきたのか、もう覚えていられないんだ。貴様が食べたパンを覚えているか的な。随分年を取ってしまったような気がする。スズの顔に疲れが見える。このままね、大丈夫だろうか。一緒に遊ぼう。そんなこと、何これ、ラブコインイベント、いいねこれ。刹那のこの踊れた少女、勝手に抜けるわけにはいかないから。船の中でできそうな息抜きといえば映画かな。それじゃあ話し合いに。あれ、売りそっちじゃないよ。分かったから。うわ、これいいね。映像作品を見るのは初めてなんだ。だからよくわからないんだけど。これ、面白いの？あ、何言ってんだよ。面白いに決まってんだろ。地球で、地球時代代表する、優作映画。いや、お前らこれ選ぶとはいいセンスしてんな。ところで、さっきから出てくるゾンビって何かの風刺表現なの？この頃はまだ迷信深い時代だから、こういう怪物も存在してると思われていたらしい。じゃあ、団地妻って、それも怪物。なるほど、勉強になるよ。それとも君、なんでお前ら手握ってないんだよ。え、手を、ラブコメイベント。おいおい、映画見るときのエチケットだぞ。隣通し、え、めっちゃいいじゃん。茂道空気めっちゃ読むやん。なんでお前がそこにいるかわかんないけど。そうなの、じゃあ売りに。右手に左手をし、左手いらねえ。クライマックス、いや、何度見ても神展開。シゲミの手が一緒に遊ぶ。ん？スー、スー、寝ている。結局ほとんど寝てしまった。もったいねえな、おい。シゲミ、私たちに何か伝えることがあるんじゃない？まあそうなんだけど、話し合いに参加したんだよ。どうだった？納得で、お前ら二人ともコールドスリープとか。いや、いいんだ、ありがとう、シゲミ。礼言われる筋合いねえって。だって俺、映画終わるまで待っていてくれたんだろう。茂道は優しいよ、本当に。そんなこと言われたら、これ泣いちゃうだろう。行こうか、リリー。え、このイベント好き？ありがとう。私が落ち込んでいたら誘ってきてくれたんだろう。売りにからばっては増えてしまうな。気にするな。気にするよ。売りがいなきゃ私はここにいないんだから。今日は久しぶりにゆっくりできたよ。ループ以来初めてかもしれない。あんなに安心して寝られたのは。私が寝ている間ずっと手を握っていてくれただろう。映画というものはいいものだね。映画ファンに怒られそうだけど。今日私こう思ったの。もしこの先ループを抜ける時が来たとしたら、その時はこの船もみんなに救われてほしい。誰も苦しまずに済む形でループを終わらせたい。とはいえ、気の早い話。まだまだ先は長そうだから。そろそろ終わりにしようか。私たちが先に進むために。え、いいな、このイベント。このイベント、好き。お前、AC やったんかい。しかも、俺ドクターだから、すごい先輩だったよな。終了してよろしいですか。いや、好きだったな、このイベント。なんか、ちょっとラブコメ要素っぽいのもあるの好きなんだよな、このゲーム。それでは、行きましょう。エンジニア、ドクター、守護天使、留守番いません、AC いません、バグいます。職業はエンジニアです。ループ78。じゃあ始めよう。名乗り出てもらいましょう、ドクター。ドクターが2人、役割を明かします、エンジニア。エンジニア書くじゃん？受け入れましょう、トリマー。で、留守番 AC、バグいないんだよな。あ、バグがいるんだよな。ここで出したいところ。さて、SQ ステラ。あー、どうだろうな。うん、エンジニア、感謝します。さて、どうしましょうか。ステラ行きましょう。トリマ。OK。これでいいんじゃないかなと思いますので。まあ、ラッキーをくくるしかに、
3体ですからね。さて、守っていただけたらありがたいんですけども、説いきましょう。おお、上院。これ、説イベント熱いね。なんで？明日からもよろしく。お、このイベント見たけど。これは相談しないパティンでいこうか。僕やりませんでは、分かってると思う。確保しておくことだね。誰を調べますか。さて、さて。バグってどうなんだろう。出るのかな。バグって人間に出るかな。ラッキーを信じ、ラッキーを白出しときますか。それより、こっちをあさってとどめを刺した方がいいよな。そうだよね。だってどっちみち、俺が赤出して投票した時にどっちかが違うって言ったらそれが偽物だからね。じゃあ、ゆり子、仲間につけたいんで、ゆり子行きましょう。逃げ、OK。ってことは、報告します。でも、これによってさ、どっちでもない。ゆり子上院だと、バグ、あ、そっか、バグ占ったらあれか、死ぬんか。OK、OK、OK、OK。ジナ。ジナは役割ないから、ジナでもいい。ジョナスでもいい。ジョナスでもいい。なんか、ちゃんと人狼やってんだよな。練習。で、なんか、やっぱね、ループを重ねることによってね、俺も、ちゃんとね、できてきてるっていう。振られたな、これ。全部、振ってるな。誰でもいいな。とりあえず、ジョナス行くか。乙女。で、さてどうするか、ジナ。出してくれるかな。あ、これも見たね、アラコア製のやつ。結構同じやつも出るんだね。ジナ振るか。ジナ振って。待って、他に、なんか、でもジナ結構発言力弱いから、ラキオも見たいんだけど、そっか、あー、ラキ、そっか、ククルしか打ったラキオ、あー、釣るか。いやー、待て、早い。待ってよ。ジョナス行くか。ジョナス！ジョナス人間、クソ、当てれない。両方出てないか。ジョナスは上院確定。シャーメン、ジナ、ジナわかんないな。まあ3人いると思うんだよな。ジョナスとククルシカ、わかんないよな。これはまだジナでいきますか。てなったらジナに振るか。ジナに一回振って役職持って弁護する。ラッキーはちょっと分かんないからね。ジナ、まあシャーメンでもいいけどね。シャーメン OK からのイベント、シピ。グノーシャも大変、嘘つかなきゃいけない。 SQOK、 じゃあ SQ 占いを。S 級グノーシア、オッケー。これで報告、S 級グノーシア。シャーメン両方白、白白やばいな。投票しろ、これでわかる。あ、両方赤か出すかな。うん、絶対ここでもう核なんで。協力。シピ、うん、まだわかんないね。で、投票始めよう。とりあえず、S 級釣ります。これでやっと1人か。まだ3人、あと2人いるってことは。さて、どうする？シピいきます。グノーシャっていうのは、これも一緒だな。ジナ。こいつ、シピ強い。ジナ。シピ消滅。ジナグノーシャ。報告する。これで、ああ、両方しろか。両方しろか。
協力しよう説多分断らないでしょ。 OK。 さてあと一人バグがいると思うんだよな。そうだね、 AC で出ないんだったら、いやここ難しいな。待てよ、茂道くくるしかどっちかに入ってん、赤だったら一旦待つか。くくるしか、待ってよここはちゃんと見よう、投票をラッキーを、これラッキーは赤だな、多分ラッキーじゃない、くくるしか赤だと思う。あーやっぱですよね、バグ死んでたんだ。くそー、いいとこまで行ったのにな、遅かったね一旦。それではまた行きましょう、次ラストになりますね。さて何になるかな。15人、グノーシャが2体です。 AC いますがバグ、これ結構強いな。ドクターいないのか難しいな。それではやっていきましょう。ループ79。名乗り出ます。エンジニア出てください。ラッキーを。はい。AC。レムナン AC。AC かな?わかんないな。もう泳がすか。トークしましょう。説。わかんないよな、まだ。人間と言えって言ってもらおうか。これ多分。ステータスが高かったら全部出るのかな。グノーシア人間待ってよ、留守番いないんだよな。宣言しなかったクックルシカ、シャーメイ、レムナン、これ結構当たってんのかな。シャーメイ、レムナンおかしい、クックルシカ、あ来た、これで同意を求めて釣りましょう、シャーメンを。ドクターいないんだもんね。シャーメン釣ります。さてこれでシャーメンに、すごいね、やっぱここまで来るとすごいスムーズに投票がいく。もうパート1とか本当に無視されまくったからあれだったけど、さすがに80回もループしてたらすごい向いてくれるみんなが。で説と交換、上院 OK。ここはこのイベントが多分出るってことは、多分このイベントがまだクリアできてないってことなんだと思うんだよね。フラグは立ってるけどってことでしょうね。ラッキー守るか。ラッキーを当ててくれ。グノーシアじゃなかった。はい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 。あーもういいや、レムナン切るか。SQ 臭い。協力求めたか。くくるしか。あーやばい、悲しも。弁護。さあこれやばいな、釣られるかな。よし。レムラン釣りでいきましょう。いやーこれやばいな、俺かレムナンかなと思ったけど熱いね。これでレムナンに刺してないステラと誰だ、あーステラか、ステラくせえな。これ守りますか、もうとりあえずドクターも全守りいくわ、全振りドクター。あ、ここ来たんだイベント、チュッキーン。グノーシマクはこの船に乗るグレースは、実質市民なんだよ。とはいえそれももはや無意味。君には言って説とループ送る。あ、来たイベント、この件について僕は情報持ってる、聞きたいか、ほら聞きたいだろう、なら僕を守ることだ。くぅ、
じゃあ、でもまあ、ありがたいことに役職持ちなんで、ラッキーを全守りでいきましょう。早めに終わらせないといけない。バグいないからね、結構ご利用しでいっていいかなと思うんですが。ああ、説。ステラ、ステラ行くか。ステラ怪しかったもんな。しげみちわかんない。ステラ。ステラでいいかな。ステラ結構なんか、あれになりやすいよね。グノーシアになりやすいよね。しげみち、グノーシア。ステラでいこう。わかんないんだよな。これ出ないと。しげみち。レベルアップ。レベルアップ。1レベルしか上がんない。つらい。ラッキーを全守り。このイベントマジでむずいな。ということで、あと1人だったんだ。ジナだったんだ。あー、で、ここでジナ連れてたら勝ちだったんだね。うわー。ということで、いかがだったでしょうか？まだまだ続きそうですね。楽しんでいただけたら幸いです。ということで、この動画楽しかったなって方は、ぜひ高評価、チャンネル登録等もお忘れなく。それではまた次お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。